はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もやっていきますね。序盤から取れるめちゃくちゃ強い装備を取りに行こう。まず、取りに行く前にこれを準備してください。これ、一つ目がエンカウント半減ですね。敵と出会いにくくなります。そしてもう一つがこれ、逃げる成功率アップですね。出会ったとしても逃げる成功率が上がりますね。この2つを準備しましょう。で、今日スタートする場所ですけども、ここトトハハ島の獣の浜、停泊所、ここからスタートします。では行きますね。とにかく右に向かって行ってください。んでこっち側ですね。船に乗ります。船に乗って、島を目指しますね。ありました。ここ。島のところに、洞窟があるのが分かったと思うんですけども、その洞窟の中ですね。まずここに行きましょう。レベル高いです。海なりの洞窟、レベル48。ですね。まあ普通に行くと、ちょっと勝てないので、逃げ回ってください。で、セーブポイントあります。セーブしていきましょう。それでは、セーブをしましたら、進んでいきましょう。洞窟には装備品は2つです。2つ。まず1つ目、ここ。超重要なアイテム。JP ブースターというのがあります。これはね、序盤に絶対取っておいた方がいいですね。ジョブポイントかな？これの獲得量がプラスされるやつなので、必ず序盤の方に取っておくようにしてください。来た来た！獲物だ！敵が出たら、逃げる感じです。もう絶対にね、戦えないので、逃げましょう。で、もう一つの装備品が、こっちに行って、ここですね。ここに宝箱があります。これはそんなに強くないんだけども、猛獣の弓ですね。能力値としてはこれ。物理攻撃力が179、回避が56で、稀に対象の回避を減少させる能力というのがついてます。まあ、序盤の方だったら結構使えるやつではないでしょうか。で、装備品ではないんだけども、ここから船に乗って進むと、なんか、アイテムがあるんですよね。多分、店売りのやつかな。ちょっと、使い方はわかんないんですけども、3つ宝箱があって、全部同じやつです。破滅の儀式石かな？うん。これが3つあるんですよね。まあ、取ってください。で、取りましたらば、また次の場所、もう一箇所行くところがありますので、最初の、ここ、獣の浜停泊所に戻りましょう。それでは、戻ってきました。では、次の場所に行きましょう。次がですね、海沿いではなくって、この横のフィールドの方に向かって走ります。まあ、右側ずっとですね、右側の方に向かってください。そうすると、トロップホップ鼓動か。ここに行きます。で、ここだけども、ジョブじゃないな。ギルド長がいるんだよね。なので、ギルド長には一応話しておいてください。ここにいます。うん。狩人のギルドのやつがいるので、ここに離して進みましょう。で、次、こっちです。で、ここの奥から、船に乗って、一番奥まで進んでいきます。そうすると、なし鼓動ですね。危険度レベル45。強いやつが出てきます。注意してください。で、まず、ここでね、セーブをしておくといいです。セーブをしましたら進んでいきましょう。まずここ、極上干し肉ですね。一応取っておいてください。で、こっち側から横に進んでください。で、船を止めるところがありますので、そこに船を止めて、上陸します。敵はもちろん、思いっきり逃げてくださいね。でここでこっち側からこうですね、上に登って降りて宝箱です。メンタルベルトというのがあります。これがねなかなかいいですね。属性攻撃力が65と防御力も50上がりますね。まあ魔法使いにはものすごくいい装備ではないでしょうか。でまたさっきのセーブポイントまで戻ります。もちろん敵が出てきたら、逃げましょうね。とにかく逃げ回ってください。でセーブをしてしまうと安心です。そしてさらに進んでいきましょう。こっち側から上陸して、上に行ってください。あ、ここ別に取らなくていいです。そんなにいいアイテムではないですね。こう行きましてこっから入ります。ここが、沈みゆく遺跡ですね。ここにも装備が1つあります。いきます。入りましたらセーブポイントがありますのでセーブしてくださいね。でセーブしましたら進んでいきましょう。宝箱はいくつかあるんですけども、装備品は1つだけです。もうその装備だけを、狙って走っていきますね。こっち側です。で下に降りまして、ここを右です。はい。でこの上のやつですね、これ。はい、怪人の槍というのがあります。これ強いですね。物理攻撃力が224の命中が91で、戦う回数をプラス1にするっていう特殊能力がついてます。これも序盤に取れますので必ず、取るようにしてみてください。もうね戦闘がいいやつ出るな。でもどうせ倒せないから逃げますね。もっと弱い敵の時に出てほしかった。でここ赤宝箱だけども別にアイテムではありません。まあ3万円だから一応取っておいてもいいんじゃないでしょうか。はい。ということで今日はですね、ここですね、トト母島の、序盤から取れるかなり強い装備を紹介してみました。特にね、JP ブースター、あれは必ず取った方がいいです。まあまあ、他の武器なんかもね、絶対取った方がいいんで、まあやってみてください。序盤で、エンカウント半減、そして逃げる確率を上げるやつね、あれを持つといけると思いますので、ぜひやってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。